中国独自では絶対に作れないジェットエンジン XF9、 それと X2 新進のコンパクト化された機体フォルムのデザインは決して発想が出てこないですよね。今回は令和のゼロ戦計画と次期 XF9 を詳しく見ていきます。日地営共同開発が進む中、懸念材料もまた増えてきています。開発速度を早める必要が出てきますね。着々と開発が進む航空自衛隊の令和のゼロ戦第6世代次期戦闘機であるが、その心臓となる推力15トン級の高性能エンジン XF9 は順調に進められている。2018年6月に開発を担当した IHI からプロトタイプエンジンが防衛装備庁航空装備研究所に納入され、性能確認試験が実施されている。これまでに XF9 について公表されている情報は、サイズは F15 に搭載されているプラット2&ホイット2製のエンジン F100 とほぼ同じサイズとされ、性能確認試験においてアフターバーナー作動時での推力15トン以上、アフターバーナー非作動時でも11トン以上の推力が確認され、目標が達成できたとされている。この XF9 の開発コンセプトはハイパワースリムエンジンとされているが、その理由は第6世代としての次期戦闘機においてはステルス性能を期待されていて、大量のミサイルを搭載できる機体内ウェポンベイスペースの確保が重要だからである。次期戦闘機では公表されたデジタルモックアップなどから大型双発戦闘機となることが分かっていて、そのためにも現状の XF9 をよりハイパワーを発揮し、かつコンパクトにすることが必要とされており、防衛装備庁航空装備研究所では IHI の協力の下でコンパクト化、高出力レーダーや電子戦機器を駆動するための大容量発電性能、そして低燃費を実現すべく研究が進められている。次期戦闘機の開発体制については2020年10月に開発主体として三菱重工業が選定され、XF9 を開発した IHI のほか、川崎重工業、スバルが機体の開発を担当し、三菱電機、東芝、富士通、NEC が参画して、レーダー類や電子機器の開発を担当することが決まっている。また、2020年末には、海外提携先として F22、ラプターや航空自衛隊が導入を進めている F35、ライトニング2開発の実績を持つロッキード・ド・マーティンが選定され、F2 戦闘機開発に同社が関係したことや F35 との連携などを考えるならば、妥当な選定と言えよう。ただ、ロッキード・マーティンにおいては、かつて F2 戦闘機を開発した際に、政治的な横やりが入り、F16 ベースでの開発を余儀なくされた際に、システム関連の技術情報がブラックボックス化されてしまい、完全な純国産戦闘機とすることが叶わなかった経緯があり、今回も二の舞となるのではと懸念する声は大きい。そのためか、技術提携先をロッキード・マーティンに決定した後も、他の海外企業、特にイギリス企業との連携を探っていて、レーダーやシステム関連では、第6世代戦闘機、テンペストの開発を進めている BAE システムズと、エンジン開発に関しては、ロールス・ロイスとの共同開発を進めていて、先日の G7 サミットでの菅首相とジョンソン首相との会談で、この件についてやり取りがあり、現在は最終調整を行っているとの報道がある。次期戦闘機については、その配備までの事業費が総額5兆円を超えるとして、その単価は
高額となることが予想され、配備開始以降も、そのコストが防衛費を圧迫することが懸念されている。日本国内の配備だけの製造機数では、とてもコストダウンが望めないため、与党内でも輸出を念頭に置くべきと意見が上がっているのであるが、かつての武器輸出三原則から見れば、緩くなったとはいえ、防衛装備移転三原則においても、戦闘機として輸出するまでのハードルが相当に高いのが現状である。エンジンをロールスロイスとの共同開発を進めているのは、技術的な支援よりも、エンジン単体の輸出を狙っているので、ハトの推測が出ていて、ロールスロイスのネームバリューを利用して、エンジン輸出によってコストを下げたいとの思惑があるのかもしれない。ところで、開発が進んでいる XF9 の性能に関して、中国の軍事メディアの反応が伝わっている。性能試験の結果が良好で、アフターバーナー使用時の推力15トンを達成していることや、燃焼器出口温度が1800度 C に達していても耐えられることに注目していて、F22 に搭載されているアメリカ製の F119 エンジンにも匹敵する高性能なジェットエンジンであると報じている。中国では、第5世代戦闘機として J20 配備を進めているが、この戦闘機は、かねてより、中国製エンジンの不調に悩まされていて、ロシア製のエンジンを搭載するなどの噂が出ていたが、どうやら2018年後頃には解決した様子で、2021年中には150機が、2025年までに200機が配備されるという。航空自衛隊では、F-35A タイプ105機、護衛艦、加賀、出雲、に搭載ブルビータイプを42機導入する計画であるが、これでは2025年以降は第5世代だけの比較でも中国より少ないことになり、中国に対して優位に立つためには第6世代の次期戦闘機開発を急ぐ必要があるのだ。第6世代戦闘機としては、日本の次期戦闘機の他にイギリスのテンペスト、フランス、ドイツ、スペインの3国による FCAS が配備実現の可能性が高いとされているが、中国においては有人操縦の第6世代戦闘機の開発を諦めて無人機として登場するのではないかとの見方がある。ちなみに、お隣の韓国では2021年4月にかねてより開発中であった KFX の試作1号機が完成したとして、韓国航空宇宙産業の工場で出荷式が開催されたとの報道があった。どうやら、この KFX は、まだ、試作機の段階ながら KF21、フォラメ、若鷹と公式に命名されたようで、式典には、開発計画に参画していたインドネシアの国防省が出席したとされている。インドネシアといえば KFX の開発計画から降りるのではとの噂があり、未払いだった共同開発のための分担金を支払ったとの情報もないのであるが、式典に出席しているところを見るとまだつながっているのであろうと思われる。この試作1号機は当面は地上試験が行われて、2022年に初飛行が予定されていて、配備開始は2026年以降であるとされている。韓国は、これを第5世代として発表しているが、そのステルス性能は、機体の一部との表現がなされていて、ひいき目に見ても、第 4.5 世代が、いいところであろう。つまり、配備開始と同時に、1世代前の戦闘機となってしまうわけで、しかも、その頃には、世界の目は、第6世代に向けられているのであるから、韓国空軍が F-35 の導入を急ぐ理由がよくわかるというものである。日本の次世代戦闘機をコスト面での計算だけで、単純に輸出を前提と考えるのは問題があると感じます。
費用対効果が悪くて赤字だから、外国に売って儲けた金で補填しようという前に、まずは、戦闘機の基本設計をしっかりと整えることが重要ではないかと思うのです。言うまでもなく、戦闘機の価格は巨額です。自分たちの要求に合った、きちんとしたものでなければ、買ってはもらえないでしょう。第6世代戦闘機の名前にふさわしい大地に、足をつけたものを作ってもらいたいと、期待したいのです。明るい材料もあります。かつて、F2 戦闘機開発の際に、ネックになったエンジンですが、すでに IHI 社が、XF9 エンジンの試作品を防衛省に納品し、日本国内での生産に、目処がついたという点です。この、XF9、ワンエンジンですが、小型なのに高い出力を持っています。それは、搭載する戦闘機のステルス性能を高めるために必要だったからでした。このエンジンのタービン入り口付近の最高温度は、1800°C という超高温だそうです。当然ながら、この高温に耐えられる素材を加工する、テクノロジーや部品の強度が求められることになります。XF9、ワンエンジンは、この厳しい条件をクリアしたのです。この事実に関して、第5世代戦闘機 J20 を開発した中国も、様々なメディアで、日本の技術力の高さには、警戒が必要であるという内容の記事を掲載しているようです。中国が、日本の技術力に警報を鳴らすということは、日本の技術力を恐れている優秀さを認めているということですよね。一矢報いたような気がして、個人的には喜ばしい限りです。言うまでもなく、軍事大国中国は、世界一の人口を持ち、経済でも世界トップ3に入っています。潤沢に資金をフル活用して、J20 戦闘機を開発しましたが、肝心のエンジンの国産化にはかなり苦戦しているらしいという噂です。メディアの記事は、中国の現状を反映しつつ、逆に言えば、日本の技術力の高さに接し役腕している苦しい立場を表現したのかもしれません。ここ数年ドローンに代表される無人飛行機が生活に多く入り込むようになりました。テレビ番組や映画のロケ、農作業への導入などでご存知の方も多いでしょう。戦闘機も AI 搭載で人を乗せないものの開発が進んでいるとも囁かれています。有人戦闘機としての世界各国で戦闘機が開発されていますが、この潮流は次の第6世代戦闘機が最後になるのではないかという予測もあるようです。そんな中でも日本の次世代戦闘機開発から目は離せませんね。